はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。はい、今日はですね、ちょっとね、皆さんにこうお話ししたいことがあってですね、ちょっとごめんなさい、今揺れてますけども、はい、ちょっと固定します。はい、そう、ということでね、今日やっていくんですけども、このまま行くとですね、やばいなと、いよいよ日本ってやばいんじゃないかなっていうふうにね、こう思っていて、まあ、僕はですね、骨玉学こうをね発信してるこれチャンネルなんですけども、まあ、人間の心ってなんだろうっていうことをですね、まあその研究のテーマとして、まあ、日本の骨玉学、国学のですね、根本の原理としてね、古事記に記されている、まあ神代の世っていうね、 神代の世界のですね、お話になってくるんですが、まあ、そこがですね、人間の心と、あの心と言葉っていうね、ことがこうリンクしてですね、そうやって日本は形成されてきた、日本語っていうものの言葉の成り立ちとともにですね、組んで似せた社会、言葉に組んで似せた社会を作ってきたっていう日本の歴史をですね、まあそういう観点からお話ししてるんですけれども、まあその上でですね、やっぱり今の情勢だったり、今の日本の状況だったりっていうものを見ていると、もう本当にね、来るところまで来ちゃってどうしようもないなと。でこれをですね、全部お話しするととんでもない物量になってしまうんで、なんかやっぱり端的にしかお話しできなくてですね、すごくもどかしいなということがあるんですけれども、まあ、今現在ね、ちょうどね、昨日ツイッター X で見た内容でですね、まあ一つのね、こうママチャリを乗ってる人がですね、進行方向の車とね、こう接触しそうになってですね、交差点で、で進行方向の車っていうものがですね、まあ青だったんでね、この車の方が、一応その理論上はこう正しいんですよ。なんですが、ママチャリの人がですね、こう怒り狂った顔をしてですね、なんですか、威嚇してですね、こうちょっとなんか文句を言ってる感じで、まあ動画をこう撮ろうとした素振りを見せたりとかね、そうやってまあ挑発というか威嚇してるっていうような感じの動画がですね、拡散されていたっていう。で問題はですね、その後に、まあこれがものすごく拡散されてしまって、本人が特定されて、なおかつその旦那さんとか特定されたり、仕事場を特定したり、家を特定したりっていうね、でこういうようなことが容易にこのインターネットの社会でリテラシーがなさすぎて起こってるっていう。でこれがですね、明日は我が身であって、庶民将来っていう話をですね、昔動画でしたことあると思うんですけども、まあ、本当にそういうことになっていて、それもですね、巨誕将来と庶民将来っていうね、この2人いてですね、スサノオを受け入れなかった、弟の巨誕将来っていう方がですね、皆殺しに遭うっていうストーリーなんですけども、そこに行っちゃってるんですよ。だから日本人がね、皆殺しに遭うよっていうぐらいまでですね、もう心がすさんじゃってるっていうね、ことなんですね。でそのことについて、まあ、お話ししていくのに、なんかね、理論の話とかするのっていうのはちょっとね、回りくどいっていうか、なんか何が伝えたいのか分かんないっていう人もね、多分いると思うんでね、実体験としてどういうことかっていうことをね、お話ししたいんですけども、それはですね、僕がね、ちょうどもともと東京に住んでたんですけれども、群馬の方に引っ越してきたっていうこの経緯があってですね、でそれによって心がどう変わったのかっていうことをですね、題材にお話しして、あ、そういうことなのかっていうことをですね、ちょっと掴んでもらいたいなというふうに思って今日撮ってるんですね。でそれは何かっていうと、そのもともとですね、僕は東京でまあ、YouTube もやってたり、仕事として自分で会社立ち上げたりとかいろいろやってたんですけれども、まあ、ある日ですね、やっぱり都市伝説みたいな、ちょっと陰謀論的なですね、こう世界情勢とかね、裏にこういう支配者がいるとか、なんか悪魔が世の中を運営してるみたいなね、まあ、そういうことに引っかかってですね、まあ、そこが気になっちゃってね、こうなんか世の中ってこうどうなっていくんだろうみたいな
感じからですね、ちょっと疑問を抱いたところからスタートしたわけですよ。それでなんか危機感があってですね、ちょうど2020年からですね、コロナがね蔓延しだしてから、あ、これなんかもうちょっと変えなきゃダメだなというふうに思って、この群馬の方をですね、買って土地を買ってですね、まあ、古民家なんですけども買って、でそこで何かこう新しい道をこう見出そうと思って今に至るわけなんですね。で最初はこう行き来をしようと思ってたんですけども、僕不器用なんでどっちか一本に絞んないとダメだなというふうに思ってですね、結局東京離れてこっち来たっていう流れがあるんですが、でそれはですね、こっちに来て自給率を上げようと思ってですね、まあ、畑をこうやったりとかしてるんですけども、でその畑をやることによってですね考え方が実はこの和の方にですねこう行ったと。でこれは何でかっていうと、もともと東京で住んでる時ってコンビニとかでご飯買うじゃないですか。でそういう暮らしが当たり前になってるんで、自分の体が不健康とかになっていった時にですね、なんで不健康なんだっていうふうに考えた時に、どうしても、この食事に例えば食品添加物が入ってるとかね、コンビニ飯とかそういったものとかをですねずっと食い続けてきて、でそれゆえにですね自分の体がこうだん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 こう弱ってきたりとかね、まあ、下手したらそれでがんになる人とか、まあ、いろんな人いるわけじゃないですか。そういう世の中がですね情報社会なんで、まあ、いろいろああだこうだって指摘する人たちがたくさん増えてきたことによって、あ、なんか自分の生活ってこれなんか害があるんだなと。でむしろそれを作ってる人たちはそれでお金を儲けてっていうような、そういう片側の情報ばっかり入ってくるんで、自分もですねそこにこう侵されてですね、自分たちを殺しに来てんじゃねえかっていうふうに思ったんですよ、と言ってたんですね。なんですがそれもですね、このこっちに来ることによって、あ、そうじゃなかったっていうことがですね分かったんですね。でそれなんでかっていうと、自分で畑を作って野菜を育てるっていうことのですね重みを知ったわけですね。そしたら作り手の人の心が分かるようになるわけですよ。あ、これこんなに大変なんだって。虫がつかないようにするためにはどんな作業が必要で、どういう監視方法が必要で、毎年毎年そのパターンも違くて発生する虫も違くてとかね、でそれをですねあの手この手で試行錯誤して作んないとうまく作れないわけですね。でそういう作業工程の難しさとかを自分が知ったということは、作り手がどんだけ頑張ってるのかっていうことを同時に知ったっていうことなんですね。だから僕らはですね、東京とかにああいう都会に住んでる時に自分が作ってないから、その気持ちって分かんないじゃないですか、心とか。だからスーパーとかに行ってなんか穴の開いてるね、例えばキャベツに穴が開いてたとかね、そういう風になったら、あ、虫がついてるみたいな、え、ふざけんなよみたいな、すぐに簡単にクレーム入れたり、なんかそれは手に取らないっていうね、で売れ残ってっちゃってっていうようなことになるじゃないですか、スーパーとかでね。でもそれって本来は僕らがですね食料自給率が高かったら、自分たちで育てた野菜の中に一つ二つ虫に食われてたって、虫がついてたって、それを剥いてですね食えるとこだけ食うっていうような形で、自分たちがやってきたんだからこれってねしょうがないよねっていう、でむしろこう虫がつくほどね、要はそういう農薬とかついてないわけだから新鮮な野菜だよねっていうことをですね納得できるわけですよ、実践してると。でも実践してない人にとってはですね、それはなんか虫がついてるイコールね、俺にこんなもん食わせんのかみたいな気持ちを起こさせて、それでクレーム入れたりとかするんですけれども、それって結局農家さんからしたらその現状だけ叩きつけられてクレームが入って、自分たちが育てた野菜が売れ残ったよっていう事実が来ちゃうと、今の世の中っていうのは虫一匹でもついてたらダメなんだ、文句が来るんだっていう風になっちゃって、じゃあその管理方法どうしようって、虫がつかないようにするためにはいや、あんまりやりたくないけどこの農薬使うしかないよねっていうことになっていくんですよ。でそれで僕らはさらにその農薬がついたものとかで虫がついてないからそれを食べると、
ね、綺麗な形してるから、あ、これだったら買っていいやと思って食べる。で、何かしら自分がなんか健康に気づいてですね、あれってこれなんか成分何入ってんの、え、これ農薬使ってるらしいよ、ふざけんなっていう風にいきり立ってるっていうね、こういう構造なんですね。でもこれもですね、だから自分が相手の心を知らないからそれが起こってるんであって、自分自身がその心を分かってしまえば、あ、こんなに大変なんだねって、なのに自分がわがまま言ってその人の心を汲まない状態で自分が生活してて当たり前かのようにね文句を言ってるけど、それがそもそも間違いだったんだなって、どんだけ大変なことなのかっていうことをですね、相手の心を知ることによってそれがね和の方に調和していくわけですね。で、今の現代人ってそれが足りないっていう、要は何が言いたいかって相手の心を読んでないんですよ。だからこの例えばママチャリの人だって、もちろんこれ見たらですねママチャリの人が悪いなっていうふうに誰でもわかると思うんですけども、でもこれってこの本人同士がですね、例えば一言ね頭下げて、あ、すいませんっていうふうにね言ったらもうそれで済む話であって、自動車の人だってそのママチャリの人がですねよっぽど怒ってるってことは、なんか急いでんのかなっていう気持ちとか汲んであげてですね、あ、どうぞって一言言ってあげれば済む話なんですよ。でもこれがですね、お互い譲らない、お互いにふざけんだ、もう動画撮ってやるみたいなね感じの、こういうことになってるから、結果的にその相手の心を汲まないということによってですね、どっちがじゃあ優秀かっていうことをね、お互いにこう思考が働いちゃって、でね、お前の方が悪いんだからって、これじゃあね撮った動画あるからこれ世間にばらまいてやるって言ってばらまいて、でそれを見てる人たちがですね、またあーってその結果だけを見てですね、あー、これはこの女がね悪いんだって言って特定しろみたいな感じでこうバッとこう進めてるっていうのは、もう全員ですね心を全く読んでない、相手の心を理解しようともしてないっていう、ものすごく末期に来ちゃっていて、もうねやばいなと。言霊学やってるからどうのこうのっていう話じゃなくて、もうこれいよいよねやばいなと。で、庶民将来の話をなんでここに挟んだかっていうと、庶民将来ってあのスサノオだったんですけどもね、後からで、それを受け入れたっていう一家と受け入れなかったっていう一家によって、受け入れなかった方が皆殺しにあったよっていう話なんですね。で、これは何かっていうと、その今言った通り相手の心を受け入れない、受け入れないということはですね、あのこれは思考上刑事上学で弁証法といってですね、まあ二元の対立になるっていうことなんですよ。二元の対立になった時に俺の方が偉いよって、で相手も俺の方が偉いよっていうことがぶつかり合って、自分の家に入れないことによって、この破壊分析というものがですね起こってきます。で、破壊分析っていうことはですね、この刑事上の言霊学っていうのは、要するに物事には名前がついてます、全てに対してね名がついてるんですけども、その名を破壊するということで、この名前のことをミナっていうんですね、雨土の始めになりませる神のミナは、神の名前はと書いてねミナはで、高見結びの神とかねっていうふうに、名前が ついてきたりするんですけども、そのミナを殺すこと、それで破壊分析、ミナ殺しということになるわけです。だからこれは優秀性の原理が働いていって、どんどんその原理によって弱い方がですねとことん破壊されていくっていう原理なんですね。だからこの話で言うと、そのママチャリの人っていうのがその皆殺しに遭っちゃったっていう、みんなからもうバーッと一斉にやって、その人がねたった一回のね一言、あ、ごめんなさいっつって済むような話もですね、もうそれじゃ済まされないっていう、なんならもう生きた心地しないというかね、下手したらだからこういうことがあって、その人はその一家はですね、まあ、なんか住みづらいなってもうなっちゃってね、で世の中に対するこうなんか解決方法が見当たらなくてね、自業自得だみたいな感じの声がたくさん飛んできて、で行き場を失ってですね、下手したらこうね死んじゃう人とかいるわけじゃないですか。だからそういうことを平気でやっちゃう世の中っていうのは、みんなスサノオになっちゃって、明日は我が身で、失敗なんて誰にでもあるじゃないですか、ね、そういう瞬間ってあるじゃないですか。例えば電車とかにねパッて飛び乗って、あ、席座ろうと思った時に他の人が先にこう入って、あふざけんなみたいなね、その瞬間を取られて、あ、こいつが悪いみたいなね感じで、もうとことんみんなから住所とか特定されて、
追い詰められるっていうこの世界が本当に平和な社会が来ると思ってんのかっていう、物と心をですね一致させたり、人と自分を一致させる、合わせるっていう、だから相手の心をですねちゃんと読んでいくっていうことが今の時代に必要なんですよ。これがですね先日やったその頑張るとかね、頑張るとか努力とかのねその言葉の回でやりましたけれども、要するに今の世の中の人たちは相手の心を読まないのにその言葉を使ったりする、頑張れよと、もっと頑張れよとかね、そうじゃなくて相手の心をしっかり見る、相手の心をちゃんと見るっていうことでやっていかないと、日本がむしろ海外からじゃなくて日本人によって滅ぼされるっていう、それでですねなんか群がって同じところでなんか共感できるような人たちがこう群がって集まってね、私たちは波動が高いとかね言ったりするんですよ。でそれって本当に平和な社会来ると思ってんのかっていう、相手の心をですね受け入れられなかった自分っていうところにも一つ反省の心をね持っていく必要性があるっていう、全て世の中は自分以外の人が 悪者であって、自分の意見が通んなかったらそれはもう波動が悪くて、ね、相手が悪魔でっていうね、こういう考え方ってめちゃくちゃ危険なんですよ。そうじゃなくて自分に心があるということは相手にも心があるってことですから、相手の心をよく知ろうということで、そこを合致してやっていくのが本来の日本人のこのねベースとなっている日本語という特性が持っている特徴なんですね。ちゃんと合わせると、合わせることによって子供が生まれていくっていうようなね、この道理のようにですね、合わせることによって初めて光っていうものは顕現してくるわけですよ。でもそれが相手の心を読まないっていうことは、相手と合わせることがないということなんで、まあ、そこからですね光って起こってこないんですよ。先日僕はですねトランスヒューマニスト協会にね、これからちょっとね協力していくんだっていうようなね動画撮ったんですけれども、まあ、それに関してもすごく皆さん勝手にですね思い込みの方がもう激しくて、だから僕なんかは実際にその場に行ってですね、もうその人たちの話を聞いて実際の研究の内容とか見て、出来上がったものとか見て、そこで働いてる人たちの意見とか気持ちとか、どういう人が働いていてどういう思いでやってるのかっていうところを見てきてるわけですね。それは先ほど言ったその自分が畑をやってみて畑の人たちの心を知ったと同じようにですね、その人たちを見てるわけです。その世の中が勝手に憶測で悪魔として、テクノロジーって悪なんだと、トランスヒューマニズムって悪なんだみたいなこととかを勝手に言うじゃないですか。でそれってそうじゃないんだよって、もう実際に働いてる人は学生であって、その学生もね母子家庭で育っていてね、お母さんとかその家族を助けたいがためにいろいろ片手間で働きながら自己研究をしてね、義手とか義足とか作ってっていう、その思いがあってやってるわけですよ。でその思いの中にね、こういうことが世の中に出来上がってくれれば、五体不満足の人もですね自分たちと同じ五体としてね動くことができるっていうことを信じてやってるわけですね。その心をですね全く見ない状態で悪だというふうに決めつけているっていうね、片側からしかですね物を言わないっていうことがですね今の不調和を起こしてるわけですよ。だからこの不調和っていうものをですね解決するには、その心を知る、その心を知るには自分がその心になってみる、でその心になるっていうことは実践が伴いますから、だから畑だったら畑をやってみるっていうことによってその心は見れるわけですよ。何事もですねそういう自分のわからない分野っていうのはもっとその奥に入り込んでですね、その実態をよく知ろうと、その人たちの思いを知ってみようっていうことをねやってれば、絶対的にですね不調和って起きてこないんですよ。その折り合いがつくところでですね自分が調和の方向に行くわけですね。なんですけれども、その不調和が起きてるのは自分がそっちを確認しないし、そっちの心にならないし、そっちの心を考えない、考えることもしないっていうような、こういう心を持ちでいるからですね、世の中がどんどん苦しくなっていく、自分たちの首をどんどん絞めているっていう、だから日本がどん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 こういうディストピア的な世界になっていってるのは、自分の心に問題があるっていうことをですね反省していかないと治っていかないんですよ。だからなんか分かんないこととかあってもですね、いきなりこう相手をこう否定しに入るんじゃなくて、何が自分にはここが分からなかった、でここをもうちょっと説明してほしいですとかね、そういうふうな言葉をかければいいのに、いきなりですね死ねよみたいなね感じになるじゃないですか今の世の中って。
自分がわからない分野でふざけんだよ、てめえ死ねえよみたいなね、おめえあっち側だみたいな感じになるじゃないですか。でそれをもういい加減にやめましょうって。日本は本当にマジで明日は我が身ですよ。人間なんて失敗することなんてたくさんあるんですから、むしろ失敗から学んで正しく直していこうっていう自己反省があって直っていくんですから、最初から完璧なやつなんかいないわけじゃないですかね。その拡散して晒してる人たちだって世の中自分がね、自分の失敗ってたくさんあるのに、それをですね取り上げられて拡散されて住所を特定されてね、いろんな人に追い詰められてですね、バンバン晒されて吊るし上げられてですね、ウォンテッドみたいなね感じにされた時に、自分自身はそれどう思うのか、その世界が平和だって思うのかっていう、ここをですね今一度考えていきましょうということで、本日はですね以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。